カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ちょっとこいつだけ倒してから説明しましょう。ちょっとこいつだけ倒さないとダメだ。よーし。はい、改めまして、今回のヒカクラは、以前湧きつぶしをね、ハーフブロックでした、こちらのネザー要塞で、さらにさらにこう、ウィザースケルトンが湧くように、したいので、ウィザースケルトンの湧き層を増やしたいと思います。で、それは具体的に何をするかというと、ウィザースケルトンは、後ろに見えるね、黒いレンガの、通路のね、上で基本湧くんですよ。だからちょっと逸れちゃうともう湧かなかったりするんですけど、実はそのね、黒いレンガの通路のね、上下何マスまでは湧くみたいなね、こう湧き範囲みたいなのが決まってるんですよ。だから、あの通路の上にもう一本こう何、石とかで通路作れば、その上も、湧く層になるので、まあ、うまくいけばこう湧く層が倍くらいにできると。湧く量もね、かなり増やせるということなので、今日はチャレンジしてみたいと思います。さあ、行くぞ。で、見ての通りですね、湧き潰しかなり、やりました。動画外でも、2時間くらいね、やって、少し遠くまでね、湧き潰ししてあります。もうどれだけたくさんのこのハーフブロック使ったかもうわかんないけどね。で、今日は、丸石持ってきたので、丸石でね、まず本当に湧くかどうか検証したいなという感じでございます。この通路がわかりやすいかな。で、なんとなく考えてるのが、ここ、1,2,あ、なんかカラカラいってる。ほら、湧いた。ほら、来た。もうね、ほんと湧きやすくなりました。ウィザースケルトン。もうすぐ5体とかね、出てくる感じです。今の状態でも。でも、さらにそれがね、湧きやすくなるんで。とりあえずね、ブレイズもこのレンガの上で湧いちゃうんで、これがね、ほんとにどうしようもない。この強化した弓矢がね、ほんとに役に立ってますけど。あー、よしよしよし。ブレイズロッドめっちゃ取れてるからね。はい、仕切り直して。ですね。この3段目。1,2,3。あ、もう1段行きたいとこなんですけど、この3段目にしようかな。作って湧かなかったら最悪なんで、どうせもう1段高くしたところで、見えづらいよね。これで、痛いっつうの。少しでもね、湧く量を増やしたいから、両サイドの、手すりみたいなのをちょっと取ろうかなと思っております。このね、ちょっと膨らんでる部分。これ別に取ってもいいでしょ。そう、ここ。ここ取っちゃおうかなと思うんですよね。この、これ、ここ。取っちゃいますか、まずこれ。取ってもね、ほら、下レンガだし、いいね、いいね。ちょっと落ちる危険性は出てくるけど、上に通路作っちゃうと、ここがね、湧きそうじゃなくなっちゃうんで。うわ、なんだこれ。なんかボコってしてる。あ、橋だからなんかこれ定期的にこういうなんか、変なボコがあるんだね、レンガのなんか。いやー、これででもさらに湧くようになるぞ。ちょっとこれあれだね、でも、横取っちゃうと、スケルトンこう、切った時に折っちゃうかもしんないけど。まあでもね、安全なとこまで連れてって倒せばいい話なんで、やろうじゃないの。で、今回ね、丸石めっちゃ持ってきてます。で、こっちももうハーフブロックとかね、ガンガンあるんで、チェストの容量をそういえば増やすためにチェスト持ってきたんだった。はい。オッケー。ウェイ、オッケー。さあ、それでは作っていきましょうか。あー、これ壊さない方が良かったかも。ちょっとボコボコだわ。やめてちょうだいな。やめてちょうだいな。やめてちょうだいなーって。そう、そういうね、なんか湧き層作りに一番適してるのは、こういう、なんだろう。下がこう、マグマのこういう高いところだと、僕、今回ね、上の層作りますけど、すごい人は下の層も作って、なんかこう、3層とかね、作るみたいです。3、4層くらい。僕はね、とりあえず1層増やせればいいなっていうのが、今日の目標でございます。来た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 。顔、頭落として、頭蓋骨ちょーだい。頭蓋骨ちょーだい。くれないね。本当になんか30手くらい倒さなきゃ、くんないよな。よし、それでは作っていこう。両サイド外したんで。この高さで行ってみよう。本当はもう一段高くしたいんですよね。ただもう一段高くした時に、湧かなかったら最悪っていうね。すげえボコボコしてるけど。こういう感じだね。はいはいはい。よしよしよし、もう交差点まで来たぞ。早い早い。
下からこう置けるのがいいね。上に乗ってシフトをしながらだと遅くなっちゃうんだけど、これ早い早い、いいねいいね。これもしミスっててもあれだね、すぐ別に壊せるし、この上に黒いのが乗っかったら今日はもう大成功なんだけど、まあ丸石でも湧くよね、大丈夫だよね。そう、なんかこのネザーレンガだと暗くてこう見づらいから、できるだけこうね、湧いた時に分かりやすいあのブロックがいいなと思って、まあ丸石でいいかなと思ったんですけど、本当だったらあれとかいいよね、砂岩とかだと見えやすいけど、うおほほほほ、いよほほほほ、いよー、やっほー、早い。で、なんか一回離れてもう一回来ると湧いたりするよね、こういうとこね。でも手すり壊してよかったかも。そうしないとこの真ん中3ブロック分しかね、こう湧けなかったと思うんで、この下の部分が。お、下に湧いてる。今下にブレイズ湧いた。上なんだなぁ、湧いてほしいのは。なんかマグマキューブでもいいからポコンって湧かないかな、上に。そしたらもうね、成功なんだよ。ブレイちゃん。お、スケルトンも下に湧いてる。ブレイちゃん。このブレイモノめ。スケルトンも早めに倒しておこう。うれ！オッケー。でもね、多分この高さだったら低くてね、こう歩きづらいんだけど、確実にこの上は湧くそうだとは思います。なんかね、もう一段上まで湧くそうってなってたんですけど、この一個上ね。ただそこにブロック置いちゃうと、立つのがその一個上になるから、それでも湧くのかな？本当はこの一段上にしたかったですね。あ、これ取んないとやっぱダメだな。ちょっとこれ両サイドのこの変な、下のぼっこりしてるの取ろっか、全部。全部取ってネザーレンガで埋めよう。いやー大変な作業だ。これ取ってレンガで埋める。そうすれば全部歩けるようになるよね、これ。あ、いいね。まず全部取ってその後全部埋めよっか。これうん、いいねいいね。ういっ、ういっ、ブレイズがいる、ブレイズがいる。はい、さあ、埋めていきましょう。ポコン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 。あー、楽勝楽勝。ポン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 。オッケー。綺麗な通路になったぞ。あー、チビも楽しんでる。チビちゃんや。ほいほいほい。さあ、上に湧いてくんないかな。それを確認したい。さあ、湧いてろ。お！このブレイズ！このブレイズ、これは、どうでしょう？どうでしょう。そう、ウィザー、あ、いてウィザースケルトンじゃないとちょっとね、なんとも言えないよね。この子浮くからさ。まあ、なんとなくでも今のは手応えを感じたよ。いるいるいる、いたーやったー、いたじゃん。ほら、やった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 。やったー。いや、いた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 。いや、ありがとう、第1号。これで君もっと分けるよ。よかったね。あれ下落っこっちゃった。あ、いた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 。オッケー。お、剣か。これね、横出れないのがこれ欠点ですね。これ横出れないんですよ。まあ、それはしょうがないね。この交差点の、ここだけなんかこう出れるようにしとこっか。さあ、じゃあそれでは、他の方向もちょっと作っちゃいます。わかった。じゃあ逆に今度こっち側もう一段高く作ってみる、うん、これね、もう両サイドこれかなり厳しい感じしてるし、もう両サイドこれ壊すのは無理だわ。こっちじゃあ高く作ってみよう。あっちより一段高く作るってなると 1,2,3 ここだね。ここで作ればいいんだ。いや、これでもこっちで湧いちゃったらちょっと悔しいな。ま、行きましょう。まあ、今日は実験だね。どこまで湧くのか。あ、いる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 。この高さいいな。この高さで湧いたら全部この高さにしたいね。やっぱりこんくらい余裕がないと、なんか歩くのにちょっとストレスを感じるじゃないですか。頭スレスレだとね。いいね。狭いな、これ。両サイドがこういうなんかあるとね、狭いね。この辺から階段にするか、こうやって。ね、すぐ上行けるように。よし。あ、これで上も行けるようになった。ただこっち側なんか湧かないな。
打ってきてる。ああ、こんにゃろ。よし。こっち側なんか湧かないけど向こういっぱいいるな。嫌な感じ。この高さではもう湧かないとか。ちょっと待ってみよう。ウィザースキ湧くかどうか。こっちが湧かなかったらもうあっちと同じ高さにね、するしかないから。むしろでもこれ、あれだね、下が見えないね。下が完全に見えない。ちょっといろんなこれ、課題があるな。もっとうまい作り方とかあるんだろうけど。ちょっとね、離れてみて、少ししたらまた来てみたいと思います。それでね、湧いてれば OK なんでね。反対側行ってみようか。こっちのね、反対側もね、結構湧くんですよ。な、坊ちゃん。な、僕。さ、カランコロンってくるでしょ。カランコロン。ほら、いた。ほら、いた。なんかハーフブロックの上にいるんだよな。ほら。ああ危ね。おい。落ちないな。コロン。いるぞ、どっか。ん？ああびっくりした。ああいるいるいる。いっぱいいるじゃん。あ、落とせ。落とせい。お父さんは。さあ、どうでしょう、湧いたかな。湧いてないな。うん、こっち完璧に成功してるね。ほら、これ下と上に湧いてるでしょ。これ成功です。やめろ。うわ、あ、これは今のはここで湧いた。逃げてった、なんか。え、今のここの上で湧いたのかな。ならいいんだけどな。ああ、よし。ふっ。うわあ、なんだ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 。うわあ、早い早い。なんかハーフブロックの上って速くない？歩くの。うおぉ。ああ。かんやろ。速いわ。ああ、でもこっちなんか、あんまわかんな、やっぱり。ちょっと丘の上から見届けよっか。お、あ、下にブレイズ湧いてる。すげえ遠くにピッグマンがいるけど、うん、あれは、あれだね、ソウルサンドの上で湧いただけだね。で、ブレイズが、え、今の、あ、今湧いたな。今湧いたかな。ウィザースケルトン1体湧くまで見たいね。てか狙ってきてね。あ、向こうウィザースケルトン湧いてる。見てる前で湧いてくれ、ウィザースケルトン。左に湧いてくれれば完璧ね。あー、ピッグマンがあっちに湧いちゃってるね。もう右は結構湧いてるんで、左だね。あー、ピッグマン登ってきたし、見てる前で湧かないとね、登っただけかもしんないからね。あ、どっか行け、どっか行け。あ、ブレイズ消えた。いいぞいいぞ。さあ、湧け。黒いのポンって湧け。黒いのポン、黒いのポン、のポン、黒いの、のポン、黒いの。ダメー、湧かないねー。うおー、こっちには湧いてんだよね、ほら。右には湧いてるけど、左に湧いてくんない。うわ、湧いた！成功ー。ってことは、右の高さ、左の高さにしたいな。オッケー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 。一段高くてもね、いけたってことだね、右側も。やったー、バッチリ。まあちょっと単調な作業になるんで、また、うおー、放送外でもね、他の通路もやって、いつか1時間で何個頭取れるかとか、やりたいですー。わー、なんかそして下にあんまなんか湧かなくなった気がするんだけど、気のせいかな。まあでもとりあえずもうちょっと試したいから、これ両方の高さでこのままにしておこう。で、検証してからだね。あ、いた、スケルトンいた。さあ、最後頼むよ。危ね、ここ危ねえとこだ。昔ダイブしたとこや、多分。頼むぜ、頭。あー、ちょっと いっぱいいすぎ。ほら、ダメだ。いすぎいすぎ。あー、きついきついきつい。マグマキューブも邪魔邪魔。これ来すぎでしょ、もう。ワクワク。あ、でもこれも湧きそうのおかげかもよ。ねえ、ちょっと湧いてるもん、いつもより。いいことだ。ブレイズが湧くイコールスケルトンも湧くだから。
はーし。はーし。うわ、怖い怖い怖い。はい、というわけで、一応ね、手前も奥も、おそらくね、湧いたと思うんで、湧いたと思うんで、成功でございます。まあ、今後もね、さらに湧くように、改良して、もうガンガンね、頭蓋骨取れるような要塞にしていきたいと思います。はぁ、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バーイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。